こんにちは、ふくふくチャンネルです。今回は、お弁当箱の発泡スチロールの箱に輪ゴムをかけ、用紙を裏にセロテープで留めて音の調整をしています。鉄腕アトムをやってみます。音はレ、ミ、ファ、ファのシャープ、ソラシドレミファで作ってあります。では、パプリカの一部分を演奏いたします。今回の音程はドレミファファのシャープソソのシャープラシドで調整しました。輪ゴムなので伸び縮みさせていくらでも音の高さが作れます。裏に用紙を貼り音を高くしたい場合にはぐるぐる巻いてここを細くすると高い音が出せます。輪ゴムの数も増やしたり、そしてシャープやフラットも作ることが可能なので、いろいろな曲が楽しめます。弦楽器を作っていろいろな曲楽しんでみてください。ご視聴ありがとうございました。ふくふくチャンネル、ふくふくチャンネル登録よろしくお願いいたします。グッドもね。